市原市長の小出常治でございます令和三年度第三回市原市長定例記者会見にお集まりいただきありがとうございます現在市原市を含む千葉県内全域に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が9月12日まで発令されております本市では65歳以上の約9割の方が 二回目の接種を終えており新規感染者において高齢者が占める割合は大きく減少しています一方8月に入り若い世代の感染が拡大しており8月15日には過去最多の141人の感染者が確認されました急速な感染拡大により医療体制が逼迫するなど危機的な状況にあります このような中で、感染すると重症化のリスクが高い妊婦への優先接種の受付を本日より開始したところです。今後は感染が拡大している若い世代の方に、一日も早くワクチン接種を受けていただけるよう、関係機関と連携して接種体制を整えてまいります。さて、現在、東京パラリンピックが 開催中ですが、嬉しいニュースが飛び込んできました。柔道女子、70キロ級で市原市出身の小川和田選手が、初出場で銅メダルという快挙を達成しました。また、トライアスロンの畑由加子選手は、2大会連続で6位入賞。馬術で高島勝次選手が、14位と市原市ゆかりのアスリートたちが、 大きな感動を届けてくれています本日は第一回さらしな日記千年記文学賞の受賞作を発表など案件5件を紹介させていただきます本市ではさらしな日記の作者である菅原高末の娘が和田国府を出発した年から 千年の節目となることから、さらしな日記、千年記と題して。さまざまな事業を展開してまいりました。その中で、今回は市原市で初めて創設した。文学賞である。さらしな日記、千年記文学賞の。第一回受賞作が決定しましたので、発表いたします。文学賞は一般の部と。小中学生の部の。二部門を設け。 全国から作品を公募しましまた一般の部では「しな日記」の性質を踏まえ小説「紀行文」「随筆」のジャンルで募集したところ北は北海道から南は九州まで応募総数210点という本文学賞のスタートとしてこの上ない素晴らしい作品が全国から数多く集まりました。記念すべき 1> 第1回のののは千葉県白石在住長野和夫さんの月下の運動会です椎名誠選考委員長からは最終選考候補作品の中で群を抜いて小説作りがうまいと感じたが地ちある奥の深いものであったタイトルもうまく読む人を引きつけている。 この作品が応募作の中にあるかないかで賞そのものの捉え方が随分変わってくると思わせる作品でしたとの好評がありました次に小中学生の部では家族をテーマとした短歌を募集いたしましたこちらは国内だけでなく中国やシンガポールからも応募いただき総数1735種の 素晴らしい作品が集まりました対象は応募当時千葉県君津市の少林中学校に通っていた又吉祥子さんの作品ですあと何度つないでくれるの弟よいつも待ってる私の右手弟に対するまっすぐなお姉さんの愛情がとてもよく伝わってきます皆様には今回の 受賞作品に触れることで読む楽しみを感じ書く楽しみに気づき文学に励まされ心豊かになっていただけることを期待しています最後に第2回の「さらしら日記千年記文学賞」ですが第1回目同様椎名誠様に選考委員長をお願いし加賀美幸子様など計5名の選考委員で実施いたします 市,原市と三井住友海上火災保険株式会社は、SDGs 達成に向けた包括連携に関する協定に掲げる連携事項、地域の安全・安心に関することの一環として、災害時の理災証明書等の発行体制を強化するため、損害・調査結果の提供および利用に関する協定を締結いたしました。 本協定に基づき、同社は水害における損害保険給付のために実施した調査結果について、保険契約者の同意を得た上で、被災状況の写真など、被災証明書等の発行に必要な情報を保険契約者に代わり、本市に提供します。本市は、提供を受けた情報に基づき、被災証明書等を保険契約者に交付します。 この取り組みにより、同社の保険契約者の方は、保険請求に関する手続きのみで、理災証明書等の申請手続きが完了となり、負担が大きく軽減されます。また、本市においても、市の現地調査を実施することなく、被災状況を把握することが可能となるため、理災証明書発行事務の迅速化、効率化につながるものと考えております。 市では市原市、要保護児童保護施策審議会からの提言に基づき、どんな小さな SOS を見逃さないという強い決意のもと、市の要保護児童保護施策の徹底した見直しを行い、要保護児童保護施策の強化に向けた総合対策として、36の対策を策定いたしました。 未就園児童等全校訪問事業、地域主体の子ども見守り強化事業、子育て短期支援事業、ショートステイ、養育支援訪問事業を順次開始いたしますのでお知らせいたします。これらの事業は主に支援が必要な人に行政や支援機関などが積極的に働きかけて、情報や支援をお届けする アウトリーチ型の授業となっていますこれらにより、相談が来るのを待つ受け身の姿勢ではなく、市や地域から子育て家庭に寄り添い、子育て支援、家庭支援を行う強固な子育て応援体制を構築いたします。引き続き、子育てするならいちゃらしの実現に向け、市民の皆様の安心安全な子育て環境づくりを行ってまいります。 新型コロナウイルス感染症の影響で家計の収入が減少し生理用品の購入ができないなどの社会的課題が顕在化しておりさまざまな困難や不安を抱える女性が増加しておりますそのため市では2つの方法で支援してまいりますまず1つ目として8月30日から全小中学校の女子トイレに 生理用品を配置し児童生徒の誰もが学校において使いたい時に使えてなくて困ることがない環境を整備してまいります併せてトイレの個室等に困った時は保健室に相談を等のメッセージの掲示を行い養護教諭等を窓口とする相談体制を構築し児童生徒が 教職員ににに気軽に相談できる環境づくりに取り取組みますまた教育省からは児童生徒に向けてこの取り組みが SDGs の大切な考え方誰一人取り残さず誰もが幸せになるための大切な行動の一つであること児童生徒の皆さんにも SDGs 達成に向けて自分たちが考え 行動することを期待する旨のビデオメッセージを配信しました。2つ目として、公共施設での配布についてご説明いたします。市では、様々な困難を抱える女性を適切な支援につなげるため、生理用品を無償で配布するとともに、相談窓口の案内チラシを配布し、生活上の困りごとなどを安心して気軽に相談できるよう、 相談窓口の周知を図りますまた困難を抱える女性に寄り添った支援につながるよう実態を把握するため生理用品の配布と合わせてアンケートを実施いたします公共施設での配布につきましては9月1日から市内11カ所で150袋を無償配布いたします配布にあたりましては希望する方が 窓口で声に出さなくても受け取りの意思が確認できるよう、指差し確認シート配布窓口に設置するなど、受け取る方の気持ちに十分配慮した対応とします。私は、行政を取り巻く環境が不確実性や複雑性を増す中、直面するあらゆる課題や、 困難を乗り越えこの町の未来に向かって着実に力強く歩みを進めていくためにはその原動力となる市役所組織の目指すべき姿や職員全体が大切にすべき意識を明確化すべきであると強く考えておりましたそしてそのビジョンや理念を全ての職員が共有し一致団結して 変革と創造によるまちづくりをより一層推進しひいてはさらなる市民サービスの向上につなげていくためこのたび市原市役所において組織ビジョン経営理念行動指針を策定いたしましたまず組織ビジョンです組織ビジョンはみんなの未来へ進化し続けるプロ集団です市原に関わる みんなで幸せな未来を作り上げること各職員にふさわしい進化をしてほしいという思い一致団結した強いチームになっていく意思を込めていますなお進化をあえてひらがなで表現したのは発展性を志向する進化だけでなく深める進化伸びる進化など 市役所内のさまざまな仕事に置き換えることができるよう考えたものです次に経営理念です経営理念はイチャラ愛を真ん中にでありますイチャラを愛しより良くしたいと思う気持ちイチャラ愛が全活動の根底にあるということをストレートに表現しましたまたイチャラという ひらがな表記は市原市という土地だけではなく市民や企業なども含めた抗議での表現です。次に行動指針です。行動指針は5つあります。1つ目が市民の思いを自分ごと化、市民主体であることを掲げた行動指針です。2つ目がゴールを見据えて決断と実行。 経営感覚の重要性を示した行動指針です三つ目が本質を捉えたその先への挑戦未来志向の必要性を示した行動指針です四つ目がプロとしての自覚と成長我々は行政のプロであることを明確に示した行動指針です五つ目が自ら始める認め合いと支え合い 自ら積極的にコミュニケーションを行いチームワークを高めていくことを示した行動指針です今回策定した組織ビジョン・経営理念・行動指針を柱により一層市民の皆様方に信頼される市役所に向けて職員一丸となって全力で取り組んでまいります